皆さん、いつもありがとうございます。新倉正之です。よろしくお願いいたします。今回の話題はですね、ついにトランプメディアがですね、日本に上陸しました。そしてですね、まあ、ディサンティス、まあ、トランプ大統領がディサンティスを圧倒などの話題ですので、よろしくお願いいたします。 まずですね、まあ、トランプ大統領が作ったソーシャルメディア、トゥルーソーシャルがですね、日本に上陸しました。えついにですね、まあ、日本でアカウントをですね、作れるように作成できるようになりました。 その結果、ですねトランプ大統領の直の声をですね聞けるようになりましたこのようにですねトランプ大統領のアカウントを直で見ることができますこのメディア、トゥルーソーシャルはですね全米でダウンロードランキング1位をです、ね、獲得するなど すさまじい勢いで伸びているのですが日本のですねメディアは、まあ、トランプメディアがですね、まあ、日本に上陸したことは、えー、だんまりのようです。日本のメディアはですね、まあ、全部とは言いませんが、まあ、ほとんどですね、まあ、ほぼ反トランプですので、まあ、ほぼだんまり、まあ、このようなです、ねまあ、状態に、えー、なっているのではと思います。しかしか トランプ大統領のですね、勢いは止めることができません。中間選挙で赤い波はですね、発生していなかったと、えー、メディアは言っていましたが、えー、赤い波どころかですね、赤い津波が発生したと私は伝えていました。中間選挙で、まあ、共和党に勝利を呼び込み下院議長をですね、まあ、共和党から誕生させています。 さらにですね、トランプ推薦候補の勝率はすさまじい高勝率でした。赤い波ではなく赤い津波がですね、中間選挙では発生していたのです。その波がですね、ついに日本に来たということを ついにですね、まあ日本に来たということが言えるのではないでしょうか。ぜひですね、まあ日本でもダウンロードできてですね、アカウントが作成できますので、ぜひ皆さん使ってみてください。まあコメント欄にですね、えー、トゥルーソーシャルの文字を置いておきますので、えー、アプリストアなどでですね、えー、打ち込んでいただければダウンロード、そしてですね、アカウントが 作れる、作れますのでよろしくお願いいたします。えー、そしてですね、まあ、共和党に勝利を呼び込んだトランプ大統領のですね、支持率は今も過去も圧倒的です。えー、そしてですね、まあ、最新の支持率のですね、まあ、調査結果が出ました。 えー、ディサンティスがです、ねまあ、出馬表明をしましたが出馬表明後のです、ねまあ、史実調査の結果、えー、トランプ大統領がです、ね、圧倒しています。この結果はです、ねえー、トランプ大統領が圧倒的な結果になっているのですが、まあ、こちらの画像の結果なのですがこれは最新のものです。 2位のディサンティスに対してダブルスコア以上をつけています。ディサンティス23ポイントに対してトランプ54で圧倒的です。 今も過去もですね圧倒的にトランプがですね首位を独走してきました、まあ、今後もですね、まあ、トランプの独走体制は変わらないでしょうそれはなぜか、まあ、トランプのやってきたことはですねことごとく正しかったからですメディアや FBI がですね、まあ、どんなに叩こうともトランプ大統領がですねやってきたことは変えることができません 変わ,変わることがないのでトランプ大統領のですね人気は圧倒的なままでしょう。まあ、何をしてきたかというのはですね昔の動画でもまあ散々言っていますのでぜひ初めての方は前の動画などもですね見ていただきたいのですがトランプ大統領のやってきたことはですねアメリカだけではなく世界に。 恩恵があることをやってきました。ですので、トランプ大統領のですね、人気は今後も、今も昔も今後もですね、周囲を独走していくでしょう。そんなですね、まあ、トランプ大統領を今後もですね、皆さんと一緒に見ていきますので、よろしくお願いいたします。 いつもですね、高評価、コメント、チャンネル登録もありがとうございます。ぜひですね、まあ、共有ボタンも使ってみてください。動画を最後まで見ていただいてありがとうございました。トランプで決まりです。